ははい、えー、皆さんこんこにち歴戦人講師のです、えー、本日はですね根本さんの会社法の講義に引き続きまして、えー、生ではこの水戸橋本校の方からですね、えー、司法書士試験の中上級公開講座といたしまして本試験の手応えから分析タイプ別合格戦略というタイトルでですねまず私の方から40分ほどお話をいたします。そしてこの後 後ろでバテてましたが、えー、皆さんたくさん集まっていただいたのでいつもよりテンションマックスになってしまってヘロヘロになった根本庄司が今廊下でヒーヒー言ってますが根本さんに代わって、えー、彼の方から <coughs> 後半の方お話をしてもらいたいと思いますですからレジュメの方も冒頭が私の担当するレジュメの部分そして後半の部分が根本さんの部分となっておりますので、えー、引き続きましてこれを使っていきたいと思います。 さて、あの、お手元に用意していただいているもの、先ほどご紹介ありましたけれども、こちらの本試験の手応えから分析、タイプ別合格戦略と書かれたレジュメ、こちらと、 それからですね、えー、皆さん、パンフレットこちら、ですね、えー、お手元にあるんじゃないかと思います、この物議を醸したパンフレット、これ、私と根本さんが並んでる、えー、祝ご成婚みたいなパンフレットなんですが、非常にこれはあのちょっとですね、えー、私としては見るのがうっていう感じなんですが、まあ、あのこれを使いまして、えー、なんかですね、お話をしていこうかなというふうに思ってます、でなんかこう、金屏風の前に2人並んでるみたいな、ですねちょっとこれを見たとき、ショックで眠れなかったという、ですねちょっと物議を醸したパンフレットですがあ、よくできてるんですよ、よく作っていただきましたが、えー これを途中使いながらお話ししていきたいと思います。さてあの <coughs> え皆さん会社法のですね講義の方1時間半みっちりお聞きになった方いらっしゃると思いますのでもうですね人の話聞くのは結構大変だとは思うんですけれどもあちらの講義の方では純粋に会社法のね話をしていたようですから本試験の受験を終えまして来年の試験に向けてですねどうスタートを切っていけばいいのかもちろんもしかしたら自分は合格圏内にいるそしてあの非常にボーダーだという方ももちろんいらっしゃるかと思いますがそういった方にとってもですね 決して無駄ではないようなお話をしていきたいと思いますさてまず冒頭にですね私の方のレジュメの2ページをご開きいただきまして平成26年度の基準点予想これはもう検証会等でお話をしております えー、関東ではあ7月の12日に、えー、生では渋谷から同時配信で検証会関西の方では7月15日に私と根本さんが梅田に行きましてで、えー、梅田のお本校でもってやはり生で検証会をやってきておりますあそうそう梅田に行ったといえばですねちょっと余談なんですが、えー、我々東京の方でしょっちゅう毎日顔合わせてるのに梅田本校にまで行って、えー、また朝まで飲むというね、まあ、根本さんとですよ一緒にですね朝まで飲む 梅田に行ってて帰らなくていいね今日は、とか言って、えー、また明け方まで飲んでしまったというね、でも帰ってからですね反省しましたあの、なんでしょっちゅう東京で会ってるのに、わざわざ梅田まで行ってまた飲まなきゃいけないんだと、えー、仲いいんですよ、仲いいんですよあの皆さん、梅田の本校の方でも誤解している受講生がたくさんいらっしゃって、えー、お二方、いがみ合ってるんですかとか言われたんですが、そんなことはありませんので、えー、梅田でも仲良くですね、えー、朝まで、えー、純粋に司法書士の試験のお話を語ってきました。でそのの中でいいいろろろもちろんお互い意見あま 合うところね、意見の合わないところというのがありましてそちらについて今日の講義の方はまたお互いすり合わせをしておりませんどういうふうに話そうかという、まあ、前半が私で後半が根本さんで私が担当する実践力の受講生さんのまあ <coughs> なんていうんですかねタイプをも,も私がメインとして話してで後半の根本さんの方はパーフェクトローラーの講座の受講生のタイプなんかを、まあ、メインとして話すそういったことしか決めてませんですから途中中とし中にですね、えー、同じ内容の話なのに相互が生じることが出てくるかもしれませんでもそれはあの、えー、講師経験の中でですねお互い感じるところはもちろん同じ部分もありますし違うところもありますから、えー、違う部分に関してはそれぞれのね主観的な意見だとしてまあ 自分にとってどちらを選ぶかはご自分でお決めいただきたいと思います。さてあの今年の基準点もうすでにね、えー、ご存知だと思いますけれどもレックとしての予想です。午前は35問中26問これは多分外さないと思う。レックはあの午前の分の基準点についてほぼ外したことがありません。ですからこちらはあまあある意味自信を持って皆さんにお伝えする基準点です。ところが午後の方が、えー、これですねやはりちょっと読みづらい点があると。 で26問もしくは25問。 で第7問の20回が生じてしまっている箇所、あれを除けば20回の点をちょっと脇に置いておくと25というのがですね私は個人的に25じゃないかなと思ってはいるんです。ところが、やはりあの20回の第7問の部分ですねあちらの部分が影響しまして本当正直、ここ26だった場合で第7問第三者意義の訴えの回答が1になった場合と2になった場合。 でえー、25だった場合にやはり第7問が1だった場合と2だった場合パターン分けすると4パターンぐらいに分かれてしまいますから本当にここの部分はちょっと読めないそこが非常に不安だという方は多いんじゃないかと思います。で <coughs> 記述に関しましまては点、まあ、点満点中38から40このラインが何を意味するのかはここではちょっとメインとしてお話をいたしません7月21日のところで、えー、私もあのお多くの受験生そうですね本試験終わってからもう5六6 0人の方と個人面談をしてで、えー、皆さんの書かれた基準記述式の答案用紙の傾向を、えーまあ、50パターン60パターンぐらいは把握しましただんだん見えてきましたどこが皆さんできていてどこができないのかで、えー、大胆に配点を予測して今年の38月 から40ラインは多分このあたりだよというのは21日のガイナンスのところでお話しさせていただきますちょっと情報脱出し惜しみしているようで申し訳ないんですけども今日の、えー、ガイナンスタイトルからしますとちょっとそちらを割愛するのはご了承くださいこのあと個別相談のところで、えー、先生教えてよっていうんだったら教えますですからそれは皆さんですね、えー、個人的にお声をおかけくださいさて今年の本試験皆さん受けられて、えー、いかがだったかまあ言わなくてもわかります民法が難しかったた、えー、午前でやられた 午後でやられたという方はあまり聞かないやはりあの午前の民法の足元を救われてしまったそして、えー、記述式の不動産登記法で法を、えーね、殴られたぐらいのです、ねまあ、ことを言う方が非常に多いとでそういったあの傾向というのはもう皆さん口々におっしゃってますのでやはりあの共通してあるんじゃないかとでそういったことも踏まえましてじゃあタイプに分けながらどう勉強していけばいいのかをお話ししていきましょう。 まず2ページのタイプ分類というところなんですけれども、えー、午前午後ともに基準点に到達したイエスという方こちらのイエスという方はその後記述についてもですね、えー、これ基準点を到達しているという予想が立てば。 それでもここに来ているということはそれは多分18点の壁この前にちょっとですねそれがあ取れてないという不安があるという方だと思いますつまり午前午後ともに基準点到達して記述も基準点到達してそれでもここにいるねということはそうですねプラス上乗せ分の18点のところでちょっと自分は6問上乗せぐらいは無理かなと6問上乗せして1問3点でプラス18点です基準点の合計プラス18点を上乗せして最低合格点に なるのが一般的ですからとなりますとタイプ1の方はそういった方かなとそしてもう一つタイプ2の方は、えー、記述の方でちょっとやられちゃったかなという方いずれにせよこのタイプ1とタイプ2はこれパーフェクトローラーの えー、カバーすすするですねののタイプの受験生となりますそこで私はこここののタイイプの方に対するアドバイスはここではでしません、えー、個人的にお聞きいただいて、えー、構いませんけれども、えー、去年はねこのタイプの方に対するアドバイスをしておりましたが今年は私がパーロー担当ではありませんから、えー、タイプ1タイプ2についてはここで割愛させていただきますそこで、えー、その後じゃあタイプ3から先の話ですがまた上に戻りまして「午前午後ともに基準点到達してない」。 で午前または午後どちらかは到達しているまたは、えー、まあ1問ぐらいちょっと届かないかというようなぐらいであるでもどっちかは到達しているとでもって記述が基準点は到達しているはずという方をイエスタイプ3これはつまり午前または午後どちらかはいい線いってるのにどちらかがダメという方ということはどちらかダメの方がもちろん苦手科目ということです。で苦手科目の克服が必要なタイプをタイプ3といたしました。 それに対してどちらかは基準点到達しているけど他方がダメで記述もちょっとダメかなという方はタイプ4卓越の苦手克服プラス記述の強化が必要なタイプとさせていただいてますそして続いて上に戻りまして午前午後ともに基準点到達してない午前午後ともに基準点未満であるそしてこれはどちらかも到達していない両方基準点未満ということです。 そしてその点数がまあ多少差はあるにしても18問から24問前後の方をタイプ5まず卓一の強固なです、ね、土台を作っていくことが必要なタイプですねそして 18, 点未満の方18問未満の方これをタイプ4まずは何はともあれ基礎から鍛え直すことが必要となってくるタイプのような方であの実践力パワーアップ講座はタイプ3からタイプ6をカバーしていきます。で <coughs> あのもちろんですねタイプ3と4の方はこれどちらかは基準点に到達してるわけですから基準点に到達してる方を基準とすればパーローももちろん範疇に入りますですが一般的に、えー、午前午後点数がばらついてる場合には低い方を合わせた方がいいと。ね 低い方に合わせることが実は大事だよというようなことはこれ皆さんが講師含めて社員スタッフ皆さん皆さんにアドバイスしているところですからそれに従いますと3から6の方が実践力のカバーする範囲だと。さあじゃあ一と二1と2は根本さんに譲りまして3から6の学習法を続いて3ページ以降で見ていくことにしましょう。 まずタイプ3まず択一の苦手克服が必要なタイプ多分今年は圧倒的に午前ができなかったという方が多いんじゃないかと思います午後はできたんだけど午前ができてないそれも民法にやられてしまったでそういった方まず一年内は択一、記述ともにインプットに徹してください択、えー、一のテキストの読み込み、ね、やっても過去問まで年内から倒連問題を繰り返しやるということは論外です。 とにかく年内はその苦手克服を含めて択一のそして記述の土台を作っていくとこれが年内やるべき鉄則ですそして苦手科目別アドバイスとしましてはこれまずはやはり皆さん民法があるんじゃないかと思いますでこの民法に関しましてはタイプ3から6すべ、えー、ての方に実は共通するアドバイスなんですけれども今年の民法皆さん個数ができなかったから民法を取れなかったというんです。ね でまあ、それは一理あるとも、個数が、えー、去年3問だったのが、今年民法だけで5問も出てます、ですから個数が民法の平均正答率を下げる、一番の要因だったことは間違いないんですが、あの問題、個数である必要がある問題だったんです、つまりね、どういうことかというと、えー、実は組み合わせの問題と個数の問題、明確に日本試験委員は問題を分けております、つまりこの論点でこの問題は個数で聞く。 この問題は組み合わせで聞くそういったです、ねえー、個数には明確なメッセージが実はあったこの問題は絶対に一問たたりとて、えー、正判断をを、ね、間違えるようなな人を受からせたくないもちろん個数を全部落としても、えー、30問は取れていきますから結局個数を全部落としたって受かる人は出てくるんですけれどもただ、えー、明確なです、ね、やはりメッセージを感じたというのが、あのー、これ私の意見なんです。 と言いますのも非常にあの論点を見ますと非常に練られているなと、ここで個数かと、ね、この問題で個数かというのが非常にあの印象的だったつまり、例えば、えーまあ、相続の承認、放棄についての第22問そして、物件的請求権についての第8問。 債権、えー、者第、債権者取消権についての第16問だったかな、えー、ですとか、定当権についての第12問、いずれもすべての足が完璧に分かってなければ、えー、ならない個数問題、でそしてすべての足が完璧に分かっている人を受からせたい、ね、あるいは組み合わせなく個数で聞かせたい、ねえー、君たち、これぐらいのことはきちっと正誤判断できるんだよなって、本試験から言われたと思ってください。 であの組み合わせではなく個数で聞いたことには明確なメッセージがある、でそれには司法書士の実務にとってです、ね、特に重要な論点が多く含まれていたんです、特に相続の承認放棄、そして、帝都権の第12問、物件的請求権の第7問かな、7問か8問か、ああいったところは実務でも普通にやはり質問されてくるところですし、パッと聞かれてパッと答えられないような人はやはり司法書士になれません。 今の学力では司法書士になってもちょっと実務には出られないとでそういったものを過去,を、まあ、過去あの個数でもってですね聞いてきているととなるとやはりですねこれからの勉強というのは本当にその全部理解してなければいけないところと組み合わせで消去法を使って5子中3市ないしは2子の正語判断で正解できるそれが求められている論点の箇所とやはり明確に分ける勉強していかなきゃいけない。 てて、えー、て個数でもって聞かれてくるつまり完璧に覚えてなければ解けないところを、えー、組み合わせ対応の勉強していたのではやはり駄目ですしこれあの全てですね原則も例外も含めて覚えていかなければいけないのに、えー、結局足が切れればいいといいいととう勉強しててたらとても立ち打ちできないそして今回の個数に特徴的なのは原則を聞いてるのではなく例外を聞いてるというところなんです。 相続の承認放棄についての熟慮期間3ヶ月の起算点を問うた22問の足のいい問題持ってらっしゃいでしょうから別にいいですけれどもいわゆるあれは3ヶ月の熟慮期間の起算点相続開始があったことと事故が相続人であることを知った時から3ヶ月という原則ではなく相続財産が、えー 判明しなかった場合例えばお父さんが亡くなってお父さんも借金内緒にしていてでお父さんの債権者も3か月間請求をしてこなかった作戦で,で3か月経ってからお父さんが亡くなって3か月経ってから家族のもとにそういえば非相続人にお金貸してるんですよねって金貸し業者がやってきたでまさか借金の事実を知らなかったでこういった時には3か月の熟労期間は相続財産を知った時から3か月というふうに後ろにずらすとでそれを聞いてきてます。 ですから原則ではなく判例による例外を聞いてきてるしそして、またほ、ねえー、他のところでも定等権消滅請求などのところ,あ権のところでもやはり引っ掛けと思われるようなですね、えー、細,かい知識をあ細かい知識というか例外知識を聞いてきたり、ね、物件的請求のところでもオーソドックスに聞かずにちょっとひねってみたり、ね。 でそうういったようなところ、それらはすべて、えー、全部理解していなければ受からない、えー、そういったメッセージをやはりです、ねえー、本試験委員は発していると。となるとこれ、えー、今までと同じ勉強をしていたのでは同じ結果になってしまいますですから民法についての勉強はとにかく、ね、個数で聞かれる、まあ、もちろん来年個数が同じように出るとは限りません戻ってしまうかもしれないでも個数は出るものと思って勉強しておけばいわゆる大、ね、は小を兼ねるのな発想でいわゆる勉強対策としては間違いないはずです。 また組み合わせ問題に戻ったとしても個数対応の勉強ししてていることは決して無駄になりませんですから何が全部理解しておかなければいけないのかその土台となる核となる知識は、ね、どこなのかというようなことを見極めるような勉強をこうしていかなければいけない、えー、何度も言ってますが上っ面で覚えているような人に思いっきりですねその、えー、まあ 殴りかかってきたようなですね、まあ、上面の勉強つまり「あこれもあっこれツなんて言ってサク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 足を解いているだけで,で真の理解を伴ってなかった何で×なのか何で丸なのかって、ね、そういったことを一時考えずに勉強していた方にとってはとても太刀打ちできない問題だったんじゃないかなと思いますそういったところにぜひ注意してほしいしそして不動産登記法の個数が取れなかった。 不動産登記法は今年伸びなかったという方続いて B ですが不動産登記法の場合もやはり個数で聞いてきているものは実務的に非常に必要なところ例えば登記事項証明書についての個数問題が引いたる例ですですから総論で理由より暗記実務で誓う知識をいかに正確に知っているかって、ね。 そうういったような実務的な、細々とした知識をどうやらですねしっかり覚えている人を正解させたかったんだろうというふうに思えてなりません。ですから、総論の内容についてはこう足が切れるような勉強と同時にですね中でも非常に重要な箇所に関してはこすべてねある意味、しっかりと覚えていくという勉強をしていかなきゃいけないだろうなと。 そして会社法、消灯法が苦手という方この場合にはですねちょっと後で説明しますがこれ会社法、消灯法には改正点がありますので改正点を意識したまあ勉強をしていかなきゃいけないそして、やはり会社法に関してはちょっと31問目の 水論問題がですねもうどうやら逃げきれないものとして、えー、もう固定した感がありますのでそういった問題については、まあ、今年も落としてしまっても影響はないというふうにです、ね、一般的に言われてますけれども、えー、民法でいつ何時足を救られるかわからない、ねえー、昨今の問題を見ると、えー、会社法の水論対策というものも今後は当連等できっちりと出していきます。 そして苦手科目はマイナー科目の場合まだマイナー科目の場合にはこれはですね、そう傷は深くはなりませんのでそんな心配していただかなくても結構なんですがただ、えー、今年民訴が簡単だったことから少し救われたというふうにです、ね、思っていらっしゃる方はいると思いますがこの民訴の動向は毎年動きますですからまた去年のように来年、ね、民訴がいきなり反動で難しくなるということは大いにありますので今年の民訴にですね、こう甘んじることなく民訴に関しては引き続き要注意。 ようなこととはちょっと注意しておいていいいたただきたいなと、まあ、いずれにせよ細かいことはさておきこのタイプ3の方は、ね、苦手科目をとにかく年内に克服していかなきゃいけないそしてさらに克服して基準点を超えるだけでは来年やはり18点の壁の前でこれ、えー、惨敗してしまいますから、えー、18点の壁これはいわゆる基準点プラス18点で最低合格点に届くとでこれはまず卓越で取るのがおすすめです。 ですから、えー、記述で取ろうとするのはやはり今年のような記述問題だと正直難しいですよね。あれで、えー、基準点が40だとして58を取らないと合格できないというその58のラインってどんだけなんだと。 記述で70点満点中58を取るのは正直ですね今年の問題相当大変ですですから記述についてこれで18点上乗せするのはまあ無理とは言いませんが非常に難しいのでそうなると着実に午前3問午後3問といった具合にこれ上乗せ択一の上乗せを取って6問上乗せで18点を超えていくとそうなりますとタイプ3の方、ね、まず択一苦手科目をもちろん克服した上でその上で これ18点の壁対策でもちろんそれに上乗せして6問の択一の、ね、いわゆるアドバンテージを持っていかなきゃいけないですからこういったです、ね、明確な問題意識をまず持ってみてください。 そして、えー、丸4年内の記述対策ですけれどもこのタイプの方記述についてはあ基準点到達しているはず記述はできたんだというような方もちろん記述についてはですねこれあ,のある程度できたとは思いますけれども年内記述のをやらないとどんどん知識は後退してしまいますですから年内攻める勉強する必要は全くありません透明問題をバンバンやったり初見の問題をやったりそういう点は必要ありませんけれどもひな型の完全暗記並びに記述論点 のインプットねこういったものに、えー、ぜひ徹していただきたいと思います。年内から当連の問題をまあ、えー、バンバンやりまくるというのをお勧めできません。 まあ品質論点マスターの、まあ、卓一記述の答弁がです、ねえー、始まってそれに合わせて新作問題を解くのやるならまだしも年内から自分の手持ちの解いていない問題をバンバン解いていくということはぜひしないでいただきたいと、えー、手持ちの問題で使っていないのは来年に残しましょう来年の直前期にいくらでも必要になるからです。 さて続いて、まあ、丸5同じですが記述の演習はまあ年内から開講していきますけれどもできれば年明けの方がいいんじゃないかと「偏実論点マスタートーレン」の記述編は1月生がおすすめです。やはり年内は択一の苦手克服に重点を置くことそれを目指してみてください。 さああの、えー、実はですねこのタイプ3とタイプ4タイプ5タイプ6実は、えー、民法の克服の方法には実はあタイプ5のところで一緒にまとめてお話をしようと思ってましたのでちょっとそのタイプ5のところに委ねるとして、えー、民法についての具体的なねもっと個別的なアドバイスはちょっとタイプ5のところで一緒に説明していきますそこで、えー、タイプ5とのお、ねえー、話をおそれぞれ先にしてしまいますとまず括弧に続いてタイプ4の方これはどちらかは基準点到達 してるんだけど他方がダメで記述もちょっと運動かなというような方ですねでこの方はまず苦手科目が不動産登記法または商業東京法の可能性が大きいんじゃないかと思いますえー、と言いますのも卓一と記述は連動してるからです、えー、通常は卓一と記述は連動して、えー、記述が遅れて完成しますですから卓一の知識獲得が先なんです 多分このタイプの方は択一で苦手で点数が出なかったのはこのどちらかの科目なんじゃないかなというふうに予想されます。ですからそうであるならばとにかく先に択一を完成させてください記述は後で構いませんでその記述やっても、ね、いわゆる雛形の暗記等の基礎力強化、ね、これに徹していくくど用だけれども雛形の暗記は侮るなと。 これやはりあの私も実務について分かったんですけれども、まあ、実務については私もあの現場の先生なんかとですね研修会やあさまざまなです、ね、催し物等で顔を合わせましてで、まあ、顔を合わせると大体、使用処置はそのまま飲みに行くというですねどんだけ飲むのが好きなんだというぐらい使用処置の先生たちはお酒に強くバイタリティ溢れて、れて本当にですね50、60もしくはもっと高齢な先生たちが普通に朝まで飲むんですよ。よ私ももも朝ままで飲,み飲むこことありますけれどもこの間も、ね ですがあの,あの先生たちのバイタリティは正直もう本当にすごいなというふうにですねまあ感心しきりなんですがもっとすごいのは朝まで飲みながら先生たち何話してると思いますあのね <laughs> 記述,式いや記述式というか、まあ、あの申請書の、えー、いわゆるあっちはどう書くのかとか要するにだからひな形の話してるんですよこの人たちどんだけ書式好きなんだってのどんだけねあの、えー、いわゆると陶器が好きなんだよっていうふうに正直呆れました朝の5時とか6時にですねちょっとうっすら日が出てくる頃にですね「いやあの信託の陶器さ」とかって「あそこの陶器原因はあれ納得できないんだよね」とか、えー「あの添付書類あれどうする印鑑証明書つけるの?」とかうようなことを普通にですね朝まで、えー、お酒片手に話してるこの人たち頭大丈夫かと正直ですね ね、ちょっとまあ自分で、ね、あの皆さんに記述覚えろなんて言っときながらひな型覚えるなんて言っときながら,、ね、なながら正直ちょっと口あんぐりでこの間も、えー、あのちょっと話に入っていけそうでいけなくてちょっと私は引いてしまったんですが本当にあの実務の先生たちってきっちりと頭に入ってます。 まあいかにソフトが発達しようともです、ねえー、ひな型はやっぱり現場の先生たちはちゃんと覚えてるんですとなるとそこになろうとそこに行こうとしている皆さんたちがこれは避けられませんですからこのひな型の暗記、ねえー、記述の完成の3要素を下に書いておきました。まずひな形の完全攻略です そしてあごめんあのまず、ごめんなさい不動産登記法と小闘法の択一の格論知識つまり洗礼知識の完成そして、同時期に若干遅れてもいいですひな型の完全攻略でここまでが先でそして、えー、年明け以降の問題演習で場数を踏んでいくこの3つが揃えば絶対、記述は完成しますでこれはもう例外なくです。 私、記述が苦手なんですけどっていう方、ね、100人いても100人ともこの3要素を当てはまれば絶対に記述伸びます、えー、そしてぶれなくなりますですからその1つを担っているのがひな型の完全攻略、ね、タイプ3の方も4の方もこれはぜひ覚えておいてください。さて、て。じゃあ続いて、えー タイプ4の方はまああと残りは3と共通とさせていただきますさあじゃあ問題のタイプ5の方これがいわゆる、えー、実践力パワーアップ講座の受講生のど真ん中になってきます、えー、こちらのですねタイプの方まず卓一の完成が必要なタイプですでここなんですけれども今年の民法点が伸びなかったね個数が取れなかったそれは、えー、実は先ほど言いました上っ面の知識しか持っていなかったからなんです で、えー、なんとなく分かってる、えー、丸だということは分かるツだということは切れるだけども確実に分かってるかと言われると実は分かってないでこの間には本当に天の川ほどの大きな辺なたりがあるということにまず気づいてほしいなんとなく分かってるようでは受からないんです。 でこれを確実に分かっているようにしていかないと個数は取れませんしそして組み合わせであっても今年のように判例とそしてマイナーな条文知識と組み合わせた組み合わせ問題とか請、ねえー、負いの問題なんかがまさにそうでした足のあとおが「あ」と「お」がんじゃこりゃというほどの判例「でいうえ」うえは条文なんだけれども、えー、普通見ないよねこの条文というような条文で条文と判例をミックスさせて揺さぶってくると。 で実は消去法を使って取れるんだけどその消去法には絶対に、えー、マイナーな条文を見ていかないとそして、えーまあ、マイナーな条文を知ってないと、えー、切れないとね。ね ですからもうそのマイナーな条文は原則あってのマイナーな条文ですからもちろん原則をもちろん理解していることも同時に聞いているとですから原則は分かっているのはもちろんのこと原則に対する例外をえまあ組み合わせでも出してきているとこういったような問題に関しては本当に確実に分かっている問題をごめんなさいレベルにしていかなきゃいけない確実に分かっている状態とは人に説明できる状態を指しますでじゃあ、ですべての論点について人に説明できなきゃいけないのかそうじゃないんです。 えー、我々講師のように、えー、全ての論点を説明できるようにならなきゃいけないかそんなことはありません、えー、別にそこを求めてるんじゃないちょっと丸二を見てみてください実は問題、えー、問題というか、えー、論点には制度趣旨を丸ごと言えなければならない箇所と要件を暗記していかなければならない箇所とそしてキーワードさえつかんでおけば良い箇所というふうに大体3つぐらいに分かれます。1ページのの中にもこの3つは分かれてくる でこの3つをを区別ししたた勉強をしていきたいきまさにこの制度趣旨丸ごと言えなければならない箇所これが個数で聞かれるベースになってくるところで,ですから自分で勉強する際にもこれは丸ごと、ね、制度趣旨から言えなきゃいけないのかそれともキーワードさえつかんでおけばいい箇所なのかそれとも例えばえ即時取得の要件のように要件をまず覚えなければお話にならないのか。 どういうようなところはこれから意識する勉強をしてほしい。で、そういったものをご自分で見抜くことは難しいと思います。で、そこで我々を利用してほしいんです。 我々は実は昔から講義でここちゃんと意識してお話し,してましたここは制度趣旨から話さなきゃ理解できなきゃだめですよここは要件だけ暗記しておきゃいいんだよここは要件よりももっと簡単なキーワードさえ覚えときゃいいんだよというようなことは実は講義の中でメリハリつけてるんですところがやっぱり復習の際にその講義中に言われたメリハリを後ろからだーっと鳴らしてしまう復習をするそうすると講義中についてたはずのメリハリが復習時にまっ平らになっちゃうんですね まっ平らになってそれが一番あの深いレベルで真っ平らになるんだったらいいんですよ全部制度趣旨を言うというレベルでねところがま、えー、っ平らになってしまうそのレベルというのはちょうど真ん中ですですから制度趣旨を丸ごと言えなきゃいけない箇所と一番下のレベルのキーワードさえつかんでおけばいい箇所のちょうど真ん中でならしてしまうもんですから、えー、本当に制度趣旨が分からなきゃいけないところに関しては結局言えないまま。 で、えー、真っ平らになってしまってメリハリもつかない、ね、となると個数に対応できない、ね、で今年実践力の講義の中で実は5ページ以降に見本を見せておいたんですけれどもセルフレクチャーというものを毎回の講義66回毎回の講義でお配りしますこれがまさに皆さんに今日の復習においてどこをどれだけ自分の言葉で言えなきゃ受からないのかというのをお見せするものです。 具体的にはこれ例えば5ページのところちょっとこれ切り張りしたので投資番号になってませんが民法第13回セルフレクチャーとかなってるんですが「丸17、えー、即時取得の要件」とかって書いてありますよねでその上が即時取得制度の趣旨つまり即時取得の制度趣旨についてはこんな簡単な ABC の図から講師になったかのように全て説明できなければ受かりませんですからこれ右側を自分で隠していただいてこれを自分の言葉で言うそれがここに関しては必要なところだよ で続いて即時取得の要件これも5つ全部言えないと受からないよところが要件というのは実は即時取得のように全部覚えなきゃいけないところとちょっと次の7ページ見ていただきたいんですが7ページの丸六総裁の要件というのがありますよねこれは全部覚えていなくても受かるんです総裁の要件についてはこのキーワードだけを自分の言葉で言えれば自分の言葉でとか、えー、言葉が生まれば合格レベルです でこういった要件1つとっても全部覚えなきゃいけない例えば法定地上権の要件即時取得の要件、ね、といったようなものあと履行地帯履行不能の要件とかああいったものは全部言えなきゃ受かりません。 ところがキーワードさえ受かれば分かればいいところもあるこういったところをまず明確にして、そしてあとはですね、もう一度戻っていただくと、7ページのところでいいか、7ページのところを見ていただくと、例えば総裁のところで丸8、自己消滅した債権で総裁できるか、できない。ああできないじゃね。ごめんなさいできないとか言いましたね今。ごめんなさいできないじゃなくて、それはあの総裁。 適にあった時自己消滅前に総裁適常に会った時は A は総裁することができるこれは誰でも言えますねこんなのはあの誰でも言えると思うところがその理由はって言われるとええ,えっていうことになってしまうね。 また例えば8ページのところにもありますね、えー、これあの、丸1 1、ね、ほにゃららに公弁権が付着していると相殺できないで、この空欄に自動再建というのが入るのは多分誰でも言えると思う、そういうのを理解する勉強だったら誰でも簡単にできます、でも、今年はそれでは分からなかったんです。そこの理由まで言いなさい つまり理由まで分かってなければ受からないところはこのように理由を挙げていますでそういったところをしっかりと自分の言葉で言えるようにすることでこういったことを毎回の講義でお見せしますですから何をどこまで分かっていれば合格レベルなのか。 え中上級の講座はどうしても年明けのトーになって初めて半年間の自分の成果が数値となって出てくるとそれまでは手探りでこの勉強でいいのかこれで伸びてるのかわからないまま年内の勉強をしてしまいますですが毎回毎回こういったセルフレクションを見せてこれはここまでやってえ合格レベル、ね、これはここまでで抑えておけば十分なレベル、ね、といったものを皆さんにお見せしてまさにこの制度趣旨まで問われるところが個数の題材になると思ってください。であの実は このセルフレクチャー初級講座で使っています。 で訴求講座で使っていて今年出題された、えー、論点個数で使われたもの全部このセルフレクチャーに載ってるかあ判断しました,た見事にねセルフレクチャーで、えー、その理由はとか制度趣旨はとかって何でなんのかとかっていうようなことを聞いてるようなものが個数で聞かれてましたもちろん、えー、本試験当日現在まだ民法最終回まで行ってませんでしたので、えー、第22問はまだセルフレクチャーできてなかったんですけれども例えば12問の定当権のお、まあ、個数問題だとか先ほど言いました物件的 請求権についての個数問題いずれも、えー、セルフレクチャーの中で、えー、なぜそういう制度があるんですかって言ってるところから個数が出てきていたですからまさに知識の、えー、土台なおかつ深く理解しなければいけないところを個数で聞いてくる深く理解しなきゃいけないところを自分で見つけるのは大変なのでぜひですねこういったあ、まあ、あの講座を利用するのであれば、えー、これを期待していただきたいとでもちろんこれ講座利用しなくてもこのようなエッセンスの勉強はできます。 えどういうことかというと結局皆さん一番最初に勉強した時に講師が絶対メリハリハつけてるんですねでそのメリハリご自分の当時のテキストに書いてあるはずですでそれをえぜひ思い出してほしいでもしくはテキストを引っ張り出してきてそうかここが重要って言ってたなてでここはえ直前期に流し読みでいいなとかいうメモが入ってるなとかねそれがそのままこの重要といったところが個数のベースとなると。 もちろん、えー、経年変化によってですね傾向が変わりますから当時重要だといったものは今重要かどうかというとねそれが何年前の講義事項だったかにもよるんですけれども、えー、絶対にですねメリハリは講義つけてるはず講師はつけてるはずですねそういったところをぜひ参考にしてほしいってそして、丸さんの部分ですが勉強にはその点を学ぶべきベストな時期がありますつまりまず土台があって続いて植える上に載せるべき発展的な知識なんです。 でこのセルフレクチャーのところではまず土台となる知識ししか出してません講義の中では当然,当然ですね土台となる知識とそれから発展的な知識と、ね、両方講義では説明していきますが、えー、例えば全ての解説したものをセルフレクチャーで一問一答形式にしてるんじゃないんです。 その中でもまず1回部分として、えー、まず理解しておかなきゃいけない部分をすべてセレフレクシャーで聞いてます。となると講義中になんか難しいなって感じた箇所それがセレフレクシャーで出てこなかったのであればそれは実は土台じゃないってことですね。ということは年明け以降のねトーの時期に積み上げてもまだ間に合います。 ですから、えー、または講義中、なんかサクサク聞けておー調子いいなと思って家帰ってセルフレクチャーやったらなんだよ、なんだよ全然できないじゃないかと思ったらそれは分かったつもりになっちゃってただけだということなんです。えー、学ぶべきベストな時期にベストな内容を学んでほしいでそれを皆さんに今年は本当にですね声を大にして申し上げたいタイプ5の方は特にここ重要ですそして年内に必ず主要科目と民粛民質民事保全ぐらいについてのインプットを終わらせてください。 えー、これ講座利用すればおのずと達成できますでもしご自分でやるのであるあっても必ずここは守りましょう、えー、最悪民主民主保全年明けに委ねたとしても主要4科目ぐらいはぜひですね年内にインプットを終わらせてほしいそして記述については基本的にタイプ3の方と同じですで、えー、記述の基礎力強化も年内の必須課題とでちょっとここであのあのまあ ご紹介させていただきますが、実はあの7月の25日に本が出ます。で、ちょっとこれあのなんだ、万選会宣伝会とねいうふうに思われてしまうとあれなんですが、<laughs> ひな型コレクション288っていうですね本を今度レックから発売します。で、こちらひな型の288個のひな型を載せてあります。で、100題の一問一答形式になってまして、100題の問題が中に入っております。ベーシックレベルの100題の問題が入っていて、で、まあ問題があれば。 ね、これ、まあ、42個目のひな形ですが問題があって後ろに、えー、回答と手続きの申請構造と、えー、コメント、まあ、解説にあたるコメント。でこの問題にちなんだ、えー 関連する雛形が問題と問題の間にこう挿入されていると。でこちら二百八十八これ信託も入ってましたで。もうちょっと発売が早ければなというふうに悔やんでならないんですけれども、信託も仮登記も入ってます。ですからこういったものをですね、ちょっと利用していただいて、でとにかく年内ねタイプ三の方も四の方も五の方も六の方もとにかくね、くどいようですが雛形あってのまあ記述式完成ですから卓逸知識を使むのと同時にこういった雛形のまあ勉強もぜひ取り入れていただきたい。 と思いますさてその上で最後タイプ6の方この方たちはあの点数がちょっと振るわなかった方で、えー、基礎から鍛え直すことが必要なタイプと書きましたがこのタイプの方には、えー、正直きついようですが独学はお勧めできませんで、えー、なんだよ口座誘導すするのかそうです講座に誘導しますでこれはあの営業的に申し上げてるんじゃなくて皆さんのためを思って言ってるでもちろんですね独学で、えー、受かる方がいるかもしれない。 ですがやはりこのレベルから来年、ね、プラス18点の壁を超えて合格をしていくためには民法改正が迫っている現在ですね本当に一年の猶予もならないんです実はあの会社法改正に霞んでしまっていますが来年の通常国会民法の改正案提出される予定ですもちろん来年の通常国会で本当に成立するかどうかわからない、まあ、あの自衛隊の <coughs> いわゆる憲法改正のです、ね、解釈変更の件で、えーまあ いわゆる民法改正がちょっと先送りになって1年ずれたというふうなことがことしやかに言われてますから早くても29年かなというふうにはですね思うんですけど改正案自体は予定通り実は着々と法案提出の準備が整ってますですからそういったことを考えると猶予はそれほど多くはないとなりますと短いですね期間中に実力を上げるためにはぜひ講座を利用してほしい選択肢としては2つです。 実践力パワーアップ講座の完全サポートパックか、十五ヶ月合格コースのどちらかになります。完全サポートパック、今年から初めて実施いたします、えー。パンフレットの方ですと、完全サポートパックは、えー、パンフレットの九ページのところに載っている。んですが、実は十八問前後しか取れなかったという方。まずは、二十問以上取れるような実力を、まず、八月までの段階で、早い時期に。 14回の通信受講でもってまずはですね9ページのところに載ってますがマスト論点選抜集中マスター講座これもすでに収録済みです14回の講義でまず主要科目の底上げを狙うそれで基礎体力をつけてから20問以上大体いい取っていった方が多いであろう実践力パワーアップ講座の方に合流をしてね無理なく本当にだから10点上げるとか10問上げるとかじゃないんですよ倍になろうっていうね。 でそういういいい方現にいらっしゃいます15点しか取れなかった15点しか取れなかったところが翌年30問取れた、ねえー、プラス10問じゃなくて倍になったなんていうねそういったあの伝説を作っている合格者というのは毎年出ますからまさにそれを狙おうとね。 でこのパックもしくは、いや、これ、私はもう基礎からね、えー、故障を落ち着けてやるんだという方は、15ヶ月合格講座、講座春からスタートしたもの、今ちょうど不動産登記法開講のあたりです、鈴木先生がやっている15ヶ月の春生ですと、一番遅いので、えー、そうですと、まだ民法の改正に間に合うクラスもあります、私のクラスだと、今日が不動産登記法の開講日でしたので、不動産登記法から合流するということもできなくはない。でですのでこういいいいった選択肢がいいんじゃないかと そして記述の勉強は夏からお始めください。記、え、述、ー、の雛形の勉強、ね、えー、問題演習をする必要ではありませんが、記述の勉強は早くから。ね。そして、えー、その他ポイントはタイプ5の方と同じだとね、いうふうになっております。とにかくこのタイプ4の方は、えー、もう心を2にして申し上げますと、もう、 スケジュールを自分で立てるというロスを、えー、やはりですねしてほしくないで立てたスケジュールが正しいかどうかも、ね、自分では判断難しいでしょうからとにかくレックが引いた線路に乗っかってみてください。 あとは我々がね責任持ってこうサポートをしていきますですからタイプ6の方はですねちょっとその点もし個別相談等でご質問いただければもっと詳しくご説明しますけれどもぜひですねご検討いただければとさて最後になりましたが実践力パワーアップ講座の簡単な特徴だけお話しさせてください今年は私が担当することになりました去年とひっくりがありました、えー、去年とひっくり返りましてまたフルスの実践力パワーアップ講座に戻ってきてまあ考え等しよなんですが昨年との違い は講義回数を1回増やしております改正の影響で商業登記法が1回増えました66回になっておりますそしてメインテキストとサブテキストという2つのアイテムで講義をしていきます サブテキストはメインテキストのいわゆる制度趣旨などね、ちょっと文章を中心になりがちな点をまあメインテキストはなるべくレジュメ形式でだらだら文章を書かないということを、えー、実践力の講義のテキストのポイントとしておりますからあまり制度趣旨なんかをだらだら書いちゃうとコンセプトがずれちゃうんですねでそこで、えー、サブテキストの方で制度趣旨やまあ存在理由なんかのところをまあ文章の形で、えー、お見せしています決して、えー、情報を増やすのが目的ではなくて式を下げるのが目的 ですでこういった2つのアイテムを使って講義をしていきますそして毎回先ほどお見せしたセルフレクチャーを配りしますでこれはですね是非皆さん、えー、受,受講生同士でゼミとかを組んでいただきたい今15ヶ月合格コースでこれを使ったゼミをやってますで非常にいい参加者の成績が伸びてちょっとびっくりあの初級講座のですね方ですから3ヶ月しか勉強してないのにいいですかこのちょうどこの3 13回目のセルフレクチャーとかの右側を真っ白けにしたものを皆さんに配ってバンバン当てるんですよね。ね で私もかなりですねド S に当てまくって3時間の間に13回とか14回とか受講生当てまくってですねみんな先生に恐々となりながらそれでもだいぶ自分の言葉で言えるようになってきました。そうしましままたら初級生の、まあ ねえねえ卓越到達度チェックテストとか、ね、昔の政選搭練の基礎力完成編にあたるものですがその、まあ、成績がこの間出たんですがそれ受けている方、まあ、任意参加なんですよね成績がものすごかったもうほとんど満点ですから非常にあのそういった意味では任意参加だったんですが参加している方の成績が上がったんで正直ほっとしております同同じことは皆士ででもきます。 例えばこの右側を真っ白けにして誰かね持ち回り制でこの真っ白けにしたコピーをし直してみんなで集まってですね車座になって言い合ってみると自分が言えなかった隣の人が言えた悔しいそうすればもちろん悔しいことは頭に残るとなるとこれ覚え込むきっかかけになると思いますですでらそういったようなゼミなんかを利用していただいてもいいですしぜひであの、ね、受講されている方にはお勧めしたいと思います。 そして先ほど根本さんがあ、ねえー、ものすごく熱く、えー、講義してましたが私、渋谷で聞いてたんですけどどうしたんだと思うぐらいですね <laughs> あのいつも以上にです、ね、なんか熱が入ってたんで相当来てるんだろうなって思って、まあ、水道橋に移動してきたら、ね、200人ぐらい来らっしちゃってたということでだからあんなに熱かったんだなと思ったんですが非常にあのいつも以上に熱く講義を、ね、していたようですが、えー、実践力の方でも会社法に完全対応します。今テキストそそれこそ、えー、私と根本さんはあのお明け方までかか,か,かりつ つつね、えー、徹夜徹夜で会社法改正テキストを作っていますですからここはもう講義完全対応していきますのでご安心ください雛、えー、形も変わりますから消灯法の方もねこちら今いい、e、作成中ですですので、えー、講義のポイントとしましては今言った通りね初級まあ、今言った通りというか、えー、パワー実践力パワーアップ講座は、ね、ペースメーカーとして 皆さん合格していただくためにですね今最大限、えー、これこちらも努力をしていきますので、えー、自信を持ってお勧めできます、えー、ですのでですねまあ一つ検討していただければなというふうに思っているところですさてあのだいぶ時間が過ぎましたので、えー、そろそろ疲労も回復したであろう根本さんに変わりたいと思うんですが私からの話は以上とさせていただきますこの後根本さんにバトンタッチをしてで、えー、終わった後水道橋で聞いてくださっている方だけで恐縮ですが個別相談のお時間を取っておりますまあ、これだけいらっしゃいますからちょっと すべての方にお時間避けるか分かりませんが聞きたい話が出てこなかったという方はですねどうぞ最後までお付き合いいただいてどうぞお声をおかけくださいそれでは私からの話は以上とさせていただきます。じゃあ まで受けられている方は先ほど1時間ほど前まで私がどういう状態だったか分かっていただけると思います。1時間ほど前まで多分普通の6時間の講義の2倍ぐらい疲れるような感じでやってました。もう正直帰って寝たいですえ。そんな状況なので少しトーンを落とし目にお話しいたします。だからウェブ講ウェブで聞いてる方なんか普段の根元と違うなとって思ってもねあ何かがあったんだなと思っていただければ結構です。 何かがあっったたと思ののは今年の期日ですよねまず私の方からこのね今回の今年の問題どんな感じだったのかとそしてその上で基準点付近の方はどういう形の勉強をすればいいか基準点付近の方の勉強方法について触れていきたいと思います。レジュメの方私の方の真ん中あたり1ページの方を出してください。 四角枠があって、真ん中に黒い枠があると思います。この外枠が試験の全分野。試験の全分野。で黒いところがよく出るところ。そう思ってください。やっぱり試験です。よく出るところを繰り返す。これは一つの手です。で、まあ最近の子っていうと、お前何様だって言われるんですけど。まあ、それをあえて言うのとね。最近の方が好きなのは。 絞り込むことなんです。こんだけ分厚くても絞り込んで絞り込んで絞り込んだものだけ繰り返したい。それが今の受験生の特徴だと思っています。それはもう端的に言えば過去問はこの年数からだけでいいですかと。なんか私が免罪符を与えるような感じでなんか聞こえるんですけど。本当にそういうとか。 うんテキストとかも「工場とか死んでいいですよね」「工場とか手当つけやすいないからいいですよね」とかやっぱこうとといいうう方やっぱりそれは多いと思うんですたちが悪いのがそういったところも出るこの黒枠も出るんだけど今年やっぱりあえてそれ以外を多く出してると。 本当に点が伸びなかったったて方民法は別民法の話は後で言います民法以外でやっぱ点が伸びなかったって方はこの黒枠ばっかりやってるとよく出るとこはやるもちろんそれは勉強としてはいりますよでも今年の試験やって分かると思うんですそれだけ繰り返してもダメだってことある方にこう言われましたある方はうんとすごい教材を絞りに絞ってしまってそれをずっとやったらそうなんです 確かその方は4年目の受験生の方でした。工場低等もうその自分のやつに乗ってないと。このあたりから持ってきたと。確か初級講座でやったことがある。出てこい、出てこい、出てこい、出てこい。ああ、来た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 ということで、やんなくちゃいけないことは分かってきましたか黒だけじゃダメってこと。黒をやりながらも、白い部分まで。 一回でも出たことがあるところは触れなきゃいけないんですよ。触れなきゃいけないんです。下の方を見てください。品質論点、それ以外と。品質論点、正確な知識、スピード、趣旨。これが三つがあります。知識、スピード、そして趣旨。繰り返してればできると思う。 できるんだけど、趣旨は忘れないように。たまにでいいたまにでいい勉強しながらあれなんでこの制度あったっけなとなぜか絶対見たことない問題って出るんだよ自分が見たことある知識だけで受かりたいそれは無理だそれは無理だ見たことないものは来るんだよ じゃあ、その時にどうするかって言ったら、確かこの制度はこういう趣旨だったから、こういう方向に行くんじゃないのかな。確か似たような過去問でこういうのがあったけど、こういった理由だったよなだったらこうなるんじゃないかなと。もうこうするしかないんです。毎回じゃなくていい。ふとね、あ、これ確か趣旨があったけど何だったっけなと。っていうのがあれば、それは見直すこと。 そしてもう一つ、それ以外、さっき言った通り、それ以外は、触れるね、触れる。1回でも出てるんだったら、それは触れるってこと。まあ、選択再建だけはね、あいつは許せないけどね、それ以外に関してはね、もう1回でも出ていれば、そこはやっぱりやるってこと。少なくとも平成以降、出てるんであれば、そこは見ておくってこと。それはいると思うんです。一応聞きたいことがある。順番、どっちが先だ とそれ以外品質だよね。まずそれをやった上でそれ以外というのが筋なんだけどそれにこだわりすぎるとまだ私は寝質まだ私は寝質まだ私は寝質と100%って人間無理なんですなんであるところであるところでやっぱりチェンジというかだんだんな下の方をやっていかなきゃいけないんですよ全部仕上げてから次いきたいっていうのは分かる。 でも本音で言うよ俺もね過去問とくけどたまに間違える足レベルで言うとたまに間違えるよ100%っていうのを目指すといつまで経っても次行かないそこはまた意識してください2番期日どう思った今年の問題やってみてあなるほど持ち分会社が書ける人持ち分会社を書ける人をね取りたいんだと。 もしくはね、持ち分の勉強をしてほしいんだと。そういうメッセージを読み取れますかいや、俺は読み取れない。落としたいだけだあれ。落としたいだけ。みんな勉強してきてるから、すごいレベル高いんですよ。落とすためにはどうすりゃいいかと。っていうのを考えたら、ああいう選択なんです。で、回答を見て分かったでしょあれって結局、持ち分いてないよね。持ち分独特いてないよね。卓越知識。 モチーフの卓位知識を聞いてるだけなんですよね。でも、やっぱり誰が見ても、パッと見て組織変更できた時によだれが垂れるより涙がくるでしょ。なんか試験間違えたかもしれないと。絶対に向こうはこっちを外してきます。こっちが予想したことを絶対外してくるんです。よく言えば、現場対応力。悪く言えば、 本番頑張れと。対策でも何でもないんだけどね。本番頑張れと。これしか言いようがないんです。前までは私この試験ってね、100まであったとしたら、80仕上げた人は確実にいけるという試験だと思ってました。80仕上げた人はね。でもそれがだんだんね、 60でいいと。六十でいいと。六十でいいんだけど、そっから先は本番で勝負してくれと。本番で勝負しなきゃいけないところ。本番で勝負しなきゃいけないところ。というのが、だんだん強くなってきていると思うんです。特に今回本当に本番でやられた方っていうのは、これから、当連等、当連などを受けるとき、 意識して、本番で戦う模擬だって思ってほしいの。確認テストとかじゃなくて、本番で戦う模擬だと思ってやってほしいんです。もし、私が今の受験生であれば、例えばまあ、模擬、まあ、当連はそれやんないけどね、期日とかでやりかねないのが、期日問題って、こう、不動産ね、不動産ね。 1>, 1ページからこうあって事実関係があって登記簿があってこう流れてるじゃないですかあれそういう作りなんか違うじゃないですかなんかいきなりなんかいきなり僕取締役です何それ「もし今自分がやるんだったら記述問題例えば頭からね普段の練習だよ普段の練習頭から読むっていう練習もすれば後ろから読む」だって 問題の作りがあんな、あんな感じじゃないですか。であれば、どんな感じで、どんな順番で情報を出されても、どういう順番に情報を出されても、いいようにしとくべきだと思うんです。で、いいようにっていうか正直言えば訓練だよ。こういう順番で情報を出,た出されたらどうかとか。そういった訓練を私は今だったらやると思います。問題を後ろから解いちゃうってことね。後ろから解くってか後ろから読むね。ってことでと前振りが長くなりました。 2番の方行きましょう。第2章、タイプ別合格戦略と。1、タイプで、タイプの分類。えっと、卓越基準点。これが到達していない。これをタイプ1。到達している。で、その3つに分けます。基準点ギリギリ。これをタイプの2。基準点プラス6が取れている。これはタイプの3。記述ができて結果待ち。これをタイプ4としまして、 主にタイプ1とタイプ2の方を中心に3と4をまずあっさりと終わりにしたいと思います次のページをお願いしますはいで一番下4卓一基準点が到達していて基準点プラス6が取れている卓一が到達していて起立もできて結果待つという方その方見てください この方々、合格していても必要。受験になったとしても有益な学習。そっちの方向でやってくださいあの。受験勉強ってなかなかできません。もうこれは合否、合格するんじゃないかと,と思えれば、農地法の許可がいるかどうか、あんなの覚えたくないんですよ。ってなると、このタイプの方っていうのは、どっちに転んでもいいような勉強にしてほしいんです。いくつかあります。一つ目、会社法の改正。会社法の改正の勉強をする。具体的に言うと、これは本屋さん。 本屋さんに行って、何か会社法の改正の本を一冊買う。一冊買ってそれを読んでいくと。改正っていうのは変わる理由があります。その理由っていうのは現行法の勉強になります。なんで、これは生きてくると思います。そして二つ目。学者の本を読むえ。特にこの民法と憲法に関しては、学者の本を読むっていうこと、一回やってみると、受かった後でも使えます。 で特に憲法なんかは土台を作るっていう点、もし落ちたとしても土台作りになりますので、憲法っていうのもいいんじゃないかと思います。で、三つ目。関西訴訟代理権関西訴訟の、ね、代理権の勉強。受かったら、交差があります。で、研修があってから交差がありますが、ご存知だと思いますが、その研修では何も教えてくれ。ーえー、交差のためのことは教えてくれません。 基本的には自力は自分でつけて、それで研修来てくださいって内容なんです。であれば、それを勉強するってことは、受かった後必要になります。で、仮にこれがダメでも、受験勉強と比べてめちゃくちゃ楽しい。なんでこれ受験出してくんないのと。って言ったのが、この関西創生の勉強なんですよ。民層のイメージはつくし、実は民法の知識もつきます。なんで、こういったところを考えてみてください。 では、他のタイプの方に行きましょう。このページ、一番上お願いします。タイプ1、卓越基準点に達していない方。2の1、全体の方向性。進出論点を繰り返す。そして、その後に広げる学習に入る。はい。ってことで、まずは進出のところができないとダメ。でも、そこから広げないとダメ。これさっきから言ってる通り。で、2の2、 これを必ず意識してください。僕はダメなんです。全体的にダメなんです。民法ですか ?18 問取れました。でも会社がダメなんです。僕は全般的にダメなんです。考え方がダメ。必ずです。科目ごとに方向性を決めてほしいんです。科目ごとに自分はまだ黒いところをやるべきなのか、 それとも、広げる学習に行くべきなのかと。で、そのためにはどういう手があるかっていうと、一つの指針は、今回、正当率、正答率60%以上、正答率60%以上の問題を何問落としてるかです。面倒かもしれない。でも、やってほしいんだ。えっとね、ページの方で言うと、うんと、5ページ、6ページ。 5ページ、6ページに、それぞれの問題と正答率が載っています。で、正答率の横に、A, A、AA、B、C と載っています。A と書いてあるのは正答率60%以上。これは合格者であれば、まず取るという問題です。この A 以上、A, A、AA を何問落としているかです。繰り返すけど、やっちゃいけないのは、漠然とした不安です。漠然とした不安を持つのは絶対ダメです。具体化しようよ。 どれがどれだけ取れないのかというのを具体化しよう。僕を一回の本試験で測んないでください。じゃあ、それ言うんだったら公開模試まで見よう。公開模試まで見ていけば、自分がどの科目に関しては基礎ができてなくて、どの科目に関しては応用が足りないのかがわかる。それを見た上で、どういう勉強すべきかを決めてほしいんです。 なので、こちらの方に、AAA の数を載せておきました。なんで、科目ごとに、どっちの方向かっていうのを、必ず、丸をつけるようにしてください。科目ごとにね。そして、その科目の勉強をするときに、品質なのか、広げるなのかってこと、それを強く意識してください。 例えば不動産が全然 AAA 取れてないその方は所有権保存と工場提等どっちをやるべきでしょうさあ所有権保存ですよねそういう方向でどうやるべきかっていうのを意識してほしいんです具体的に次いこう2の3広げる学習品質っていうのは分かると思うんですじゃあ広げる学習ってどうやるのと1つ目 かつて出題があったところを読む。あともう一個は出題している分野の密室の論点を読む。ちょっと具体的な話になります。ページの方七ページの方を見てください。まあ、ちょっとこれ私が担当する講座のまあそのテキストの抜粋なんですが。 条文があって注釈と載っていて、過去問番号は振ってあると思うんです。例えば、まだ品質のところ、まだ品質のところを固めなくちゃいけないと言うんであれば、その過去問番号は振ってあるところ、過去問番号は振ってあるところを中心に見ていく。逆に、いや、この科目に関しては応用のところをやらなくちゃいけないんだと、と言うんだったら、注釈のところでこちら1と3が過去問が振ってありますよね。 あ、2はまだ出てないんだな。じゃあ2のところ、過去問番号は振ってないところを読んでみて、あれこれどういう内容だろうなっていうのを考えてみる。こういう形で、出ている分野で広げるって言った場合は、出ている内容で広げるって言った場合は、過去問番号、それを見ながら、過去問で出ているところを押さえるのが品質。 学問番号が振ってないところを押さえるのが広げる勉強と思ってください。だからぜひこういうところをやる場合はその学問実績が載ってるテキストの方がやりやすいと思います。例えば去年実践力パワーアップ講座を受けていたというのであれば例えばその発展知識というのが載っていたと思います。あれが広げる部分だと思います。戻ってください。2ページの方。 で、ニノさんの、え、今ね、ニノさん広げるという意味の2個目の方言ったんですよ。出題している分野のミスの論点を読むと、見るということ。で、もう1個1個目。かつて、出題があったところを読む。多分、さっき言ったような、あの、繰り返すっていう勉強をしている人っていうのは、結構このあたり、やってないところ多いと思うんですよ。あ、ここは最近あんまり出てないから、触れるのやめておこうとか、多分そういった分野ってあると思うんです。 そういったところをちゃんと読んでいく。先にそっちをえー、広げる学習の場合はそういうところをちゃんと読んでいく。これも意識するようにしてください。じゃあ次行きましょう。今度は3番。卓一基準点は到達している。そして、基準点ギリギリの方のタイプ、えー、方。タイプ2。卓一年内までには、 昨年触れた情報に一通り触れる。一通りは触れる。スタートはお盆明けで結構です。うん、多分ね、基準点の発表を見てみないと、基準点の発表が 8, 8月11、8月11。その発表を見てみないと、やっぱりこう、勉強する気あんまり出てこないです。8月のそのお盆明けで構いません。で、目標としては、 年内に触れて80、80%ぐらいまで、70%から80%ぐらいまで知識を戻す。100%は無理。100%は無理。70%から80%は戻すということ。そういった意識をしてください。そして、この後が特に言いたかったんです。2と3なんです。2。民法は別。民法の話は後でやる。 民法は別で点がどんどん落ちる方。当たり前ですよ。だって毎年毎年新しい知識出るんだもん。新しい知識は出るんだけど自分はずっと同じことをやると。それは点が落ちるに決まってますよ。このレベルの方が特にこれ落ち入りやすいんです。一回基準点のところまで行ってるんだからこの勉強だけでいいんだと。これ以上広げなくていいんだと。ってことをやると、下手すれば年重ねるごとに点が落ちます。 で3どんなことがあってもどんなことがあっても民法は毎日触れるあと後でもまた触れる内容だけど民法が一番ブレやすすいのは分かりますよね。そしてこの試験科目で民法と憲法だけは頭の使い方が違うわけですよ。 他の科目は一対一対応でいいわけ。こう来たらこう、こう来たらこうの一対一対応でいいんだけど、民法と憲法ね、民法、刑法,法に関しては、思考が必要なわけ。これは必ず毎日やってください。どういう手段でもいいから。読むでもいいし、解くでもいいから。でも民法に触れるってこと。それは必ずやってください。やらんとブレるからね、本当に。 はい。で、次、期日。期日に関しては、1番。もうこれはあり手なことしか言えません。実体法、手続き法の知識を増やす。そして高める。もう、今年の、元本確定見て分かったでしょあれ出したことないはずなんですよ。択一でも。やっぱり、出ているものに関しては、知識を増やすしかないんだ、ということ。2番。択一問題を解く。その時に、 申請件数を意識する。特に不動産の場合。卓越問題を言ったときに、あ、これは丸だよな。だから申請が、これやってからこれだよなと。何件申請なのかっていうのを意識しながらやってみる。3番はちょっと後で言います。4番。ひながつの練習をしていない方は、一通りは見ること。特に結構怖いのが、あの、普段当連問題をずっとやってるって方は、 ま、ぶっちゃけて言うと、その当連問題出る申請書ってやるんですよ。でも、当連問題に出にくいものって出ると、あれっていうふうになっちゃうんです。あの、ちょっと今でも覚えてるのがあるんです。あの、えっとね、ページの方で言うと、何ページだっけなえっとね、8、10、先10見てくんない 10, ?10、聞いたことはない ?10 ページのタイトル。休眠担保権抹消。これ聞いたことあると思うんですよ。でも、 これ、いざ書きなさいって言われたら、休眠いや、じゃあそうじゃなくて、どう書くのと。やっぱ、はって思っちゃうんですよね。出したことあるんですよ、これ。休眠担保権ょうで、当連とかで見たことがあればまた別ですが、そうじゃなければ、やっぱりこういうのって書けないんですよね。だから、一通りひな型集なり何なりを手に入れて、一通り一回は書いてみる。で、一回書ければ OK よ。書けないもんだけ、書けないもんだけ繰り返すってこと。 一通り触れるってことは今だったらできるから。じゃあ前のページ戻ってください。行ったら来たらごめんね。2ページ。5番、6番。5番、6番。まず5番。まあ、そうは言っても練習しといて越したことないでしょ。やっぱりああいうのが出てくれば、やっぱり、うん、練習しといたが心の安定にはなるんですよ。 なんで、信託の登記とか、持ち分の登記、持ち分別に申請書とまではいません。でも、どう書くのかとか、あ、これ、登一事項、こう変わるのね、ということを意識するのはいいと思うんです。で、6番。早めに改正対策をする。このタイプの方は、早めに改正法の対策をする。そして、できるだけ、解ける問題をピックアップしてください。 あの改正法のガイダンスを聞いた方分かると思うんですが例えば社外かどうかって多分去年の問題ちょっと使いづらいあの社外の要件変わっているので去年の社外の問題見てねあけどこれ親会社のこれ取締役じゃないかとかいうのを見てると去年の問題ってなかなか使いづらいんですよね改正対応ってこと改正の対策をちょっとさっとおけばねあこれはやっちゃいけないのかなとかいうのが分かってくると思うんですよ そういうこともやっておくといいんじゃないかと思います。じゃあ飛ばした丸三番。これはね、ぜひ、当練でやってください。焦る訓練をする。あの、本番を、期日をね、焦らないでいける人っていません。絶対に焦ります。確実に焦るんです。でも、極論変な当練慣れしてると、 はい、今日も日曜ですから当連です。またした顔がいます。はい、座ります。どうせいつもの論点でしょう。はい、いつもの論点です。多分こうなります。多分こうでしょう。と緊張も何もしない。でも本番は緊張する。やられる。逆に、実を言うと、ある意味ね、絶対じゃないよ。ある意味なんだけど、初受験の方の方が本番って強いんですよ。初受験の方って、 普段の当練とかもしってずっと焦りまくりなんです。ずっと焦りまくりで本番も焦るんですよ。ある意味焦り慣れてるんですよ。でも、当練等を受けすぎてる人っていうのはもう当練を受けてるからもうそこは全然焦んないんです。でも本番焦るんです。じゃあ、焦るにはどうすればいいかと。まあいろんな方法があると思います。私がよく言うことは遅刻して入りなさいと。 あの、30分早く出るじゃないんです。30分早く出るだとね、あ、やべあと30分、もう、あといや、もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと、いやいや、もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと。焦んないんです。もう初めから1時間なり30分遅刻して入れば、焦ってやるでしょう。こういう手段は一つあると思います。校舎を変えるとか、遅刻して行くだとか、こっから先進みませんよ。二日酔いで行くとか。 睡眠不足で行くだとか、劣悪な環境で行くんですよ。焦るっていう訓練がいるってこと。別に今言ったことを全部やれというわけじゃありません。全部やったことあるんですけどね。寝不足で二日酔いで <laughs>、っいうこと、遅刻してってやったことありますけど、すごかったです、あの時は。でも、焦る訓練っていうのはぜひしてみてください。では、続けて話なんですが、まあ、3ページ以降の話に行く前に、ちょっと一つお話をさせてください。 よい,しょいろんなところから聞くんです今回民法を落としたってでまだ完全に全部を分析しきれてません今年の問題じゃなくて昔の問題まで全部ね遡ってはやってませんでもちょっと今私考えてることがあるんです 考えてるっていうか、一つし、えー、過程を立ててるんです。大きく言えば、民法の問題って、過去に出たものか、全く出てないか、多分この二つに大きく分かれるんですよ。 ね、大きく分かれた上で、その上で、その過去問に出たものが、いい言葉で言ってるよ。そのまま。か、アレンジか。そのまま。か、アレンジか。本当に過去問と全く同じ表現で出ている。というものか、過去問と少し状況を変えている。もしくは別の言い方するよ。過去問と同じ知識なんだけど、過去に出たのが事例問題。今回は条文問題。 過去に出てるのが条文問題。今回出てるのが事例問題。どうもこのアレンジが多いんですよ。アレンジが多いんです。これがまず一つ今思ってます。なので、特に今回民法ですごく落としたって方。落とした問題ね。それが過去に出てるかどうかを見て。めんどくさがらず見て。 で、出てるんだったら、過去に出ているってことが分かったらね、過去に出てるって分かったら、その過去に出てる足を見て。過去に出てる足と、今回の問題を見比べてみて。で、多分、それが、まんま同じもの、過去に出ている表現と全く同じだけど落としたという方、そんないないと思うんだ。勉強してればそれはできるはずなんだ。多分違う表現が。 なんでこんなことを言うかっていうと、今回民法を落としてるって方、やっぱ大きく聞くんですよね。初受験じゃないんですよ。いや別に悪い意味でっ言ってるわけじゃないんです。初受験の方で普段民法を取れてるけど、今回落としましたと。もう一回,回繰り返しますよ。初受験の方で普段民法は取れている。当連取れている。で、本番を落としましたっていう人はほとんど聞かないんです。でも、2回3回勉強している人が、 二回三回勉強している人が、これがね、民法普段通れなで二十、普通に取れます。でも、本番で落としたんですっていうのを、あまりにも大きく聞くんですよ。過去問なり、通れ問題、そのままだったらできるのに、それが、事例から条文とか、条文から事例って変えられるだけで、いかれてしまうと。そうなってないかを見てほしいんです。で、 これも時期が来たときにちょっとね、分析してみたいことがあるんです。なんかね、なん、なんかですよ。なんかすごい違和感感じるんです。今年の民法の問題。その違和感の感じ方っていうのが、なんかね、日本語の表現がなんか違うんです。普段であれば公用文書の書き方に従って書いてるんですが、なんか違うんですよ。ね、その違和感っていうのは、やっぱり問題を解き慣れてる方っていうのは、 やっぱその違和感をすごく感じたんです逆に初めて受験する方ってそこまで2年3年勉強してる人と比べればそんなに問題といてないと思うんですよ。そういったところが私はあるんじゃないかと思うんです。で、もしそういった形でアレンジ型でやられてる、アレンジ型でやられてるって方、また状況が来たら次に説明しますが、ぜひね、演習やめて。 半年間演習やめて。演習をしてても、その演習通りの A は B である丸。知識なくて A は B である丸。それを覚えてるんだ。一回、頭から全部飛ばしてほしい。今まで演習したやり方を全部飛ばしてほしい。だから、できれば演習をしたくない。えー、してほしくない。で、それでも、何があっても俺は演習しないとダメ。演習しないと死んでしまうと。え、そういうんだったら、試験手書,書いて。 あの別に試験変えるじゃなくて行政書士の問題とか診小試験の問題とか試験紙を書いてやってみてでそうすると自分の知識からひねり出してこれが丸かなバスかなんて考えるから。<laughs> ってことでちょっとねあの変な演説みたいになりましたが過去問かそれ以外かそしてそのままかアレンジかというのをぜひ見るようにしてください。 もうちょっとでおしまいにしましょう、えっと。あと3ページの方を見てください。3ページ、4ページかな。すみません。もうちょっとおしまいにします、えっと。3ページの方ですが、まあ、第3章、択一、記立、パーフェクトローラー講座、まあ、私の方が担当する講座です。えっと、こちら、択一編と記立編がありますで、まあ。特徴としてはそこに載っている通りです。基本的にはこの、えー、図表でまとめています。図表でまとめて、自分で整理というのができるようにしていると。そして、ポイントの2。 で、ただ、基準点近い方を対象にするので、行為能力3分ぐらいしかありません。失踪宣告ほとんどありません。でも、占有権時間かけます。識別情報の有効証明執行申し出毎年1時間ぐらいやります。そういう形で、本当に、黒枠の部分じゃなくて、その、黒枠の外、黒枠の外のところを中心にやっていく。というのがこの講座と思ってください。で、これが択一編です。次のページお願いします。 で、既立式のところ。え、こちらの方ですが、え、丸一番。まず、これが、私がどう、えー、既立を解いているかというのを説明します。で、前半後半に分けてやりますが、前半では、私が実際どう解いてるかっていうのを画面に出しながら説明します。で、私自身は、当案構成用紙をほとんど使いません。使っても、うん、今は役員図ぐらい。不動産に関しては全く使いません。なんでかってめんどくさいから。終わんないから。 いや、びっしり書く人、別に悪口言うわけじゃないですよね。びっしり書く人が、俺は、あの丁寧さは無理。てか、あれは本番で俺はできない。なんで、うん、もし、当案構成要紙をびっしり書くというタイプの方はちょっと合わないのかもしれませんが、まあ、そういう別のやり方もあるのかというのをもし見たければ、ぜひお勧めいたします。で、ポイント2。共有者全員持ち分全部移点と。 もうそう来たら何かついてないかと。抵当が何かついてないか。それを意識する。これが来たらこれを見るということ。それで全部はいけない。でもあれに関しては対策は立てられたはずだ。普段からあれが来たらあの論点を意識する。それを分かっていればいけたはずなんだ。気づけなかったってことが大部分を占めるけど気づける努力をしているかと。やっぱそれは重要です。 でポイント3、これ先ほど見た何ページだっけな、えー、っと8から11の方こんな形のテキストになっています。不動産に関しては、8から11のように申請書があって、論点があるという形の作り方をしております。で、最後、4ページの方ごめんなさい、行ったり来たり、ごめんなさい、最後、ポイント4、基準点付近の方であれば、早いところで改正対策ということができると思います。 なんで早い段階で改正対策をしてそして演習をしていきましょうという形でやっております。といったところでまあお時間の方も来ておりますのでここまでということにしたいと思います、あのー、試験って絶対年を追うたびにきつくなります間違いないんですよだからちゃんとやろう。 小手先でどうにかなるもんじゃないって分かってきたでしょちゃんとやりましょう偉そうに言ってごめんなさい私の方は以上となりますでは本日のガイダンスの方は以上ですお疲れ様でした